はい、まあ、試合のことというか、まあ、チームにも今の話したんですけど、まあ、正直今日に関しては勝ったことはもちろんなかったです、はい、アウェーでもホームでもどんな相手でも勝つことっていうのは本当に難しいことだと思ってるので、結果は良かったです。ただそれ以外に関してはもう今日は何も良くないので、はい、また明日ちょっとしっかり、自分たちがやりたいこと、やらなければいけないことをしっかりもう一回、はい、やりたいなって思います。はい、まあ、準備はしっかりしてたんで、出た時に自分のパフォーマンスができるようにっていうのを心がけてて、急に呼ばれてちょっと緊張したんですけど、はい、しっかり自分から攻めるっていうのを忘れずに、まあ、一つ得点を取れたっていうのは良かったんですけど、まあ、ミスとか、まあ、ディフェンスの部分は、まあ、ちょっとまだ全然足りないところがあるので、まあ、しっかりレベルアップできるように頑張っていきたいと思います。いや単純に嬉しかったです。もうそれだけです。もちろん颯が、例えばバスケットの話でオフェンスこんなことができる、まあ、ディフェンスはこんなことができるっていうのは多分本当にもっと長い時間一緒にいれば見えてきますし、まあ、本人もできるとは自信持ってるとは思うんですけど、まあ彼とは本当に今も彼に今ちょっと少し携帯で見せたのが、僕が島で選手している時に彼幼稚園じゃったんですよ。でその写真があるんですよ。僕がクリニックして彼がそれを受けてて、でなのでなんかこう、まあ、僕も今年香川に、まあ、なぜ来たのかもちょっとわからないままというか、まあ、本当に別に約束してきたわけでもなく、まあ、今年し、ま、香川で、ね、お世話になってて、でまたこのタイミングで颯も別に香川県の人間ではないと思うんです。今はもちろん人生学園高校でその生徒なので、もちろん香川の子ですけども、でも出身は島根ですし、なんかこうすごく縁は僕自身感じてて、まあ、単純にまあシュート決めたっていうことも、まあ、すごく嬉しいんですけど、まあ、ちゃんとプロの舞台でまずとりあえず一歩踏み入れたっていうことに関して、もう本当に良かったなっていうふうに思っています。僕が幼稚園の時に、幼稚園だった時に選手で矢渕さんがおられて、そのまたここの香川っていう島でとは別の地で、その矢渕さんの元でバスケットができたっていうのはすごい、まあ、運命かわかんないですけど、まあ、偶然ではないと思うんで、まあ、この貴重な機会をもらったってことをしっかり次に生かせるように感謝して頑張っていきたいです。出したいと思ってました。ただ、まあ、彼にも言ったんです。別に僕はゲストというかこうお客さんで彼を扱ってるわけじゃなくて、本当にこう今春休みじゃないですか、高校生って。でうちもちろん人生学院というのは本当に全国でも素晴らしい学校で強くて、で多分そういうこういう春休みとか長期休みっていうのはやっぱチームとしても多分もっとしっかり練習したいと思うんですけど、その中で今彼も週に何回か僕たちと一緒に平日、まあ、練習しているっていうのは、まあ、もちろん彼のなんていうんですかね、姿勢があるからやっぱり、まあ、鹿野先生だったり、まあ、人生学園の仲間たちが送り出してくれてると思うんですけど、まあ、それでもやっぱり、まあ、鹿野先生だったり、まあ、人生の仲間の子たちにやっぱ迷惑はかけてると僕は思ってて、だから、まあ、彼が今日エントリーするっていう決めるときには、もちろんしっかり一員としてまあ、試合に出したいなと思ってました。なんかこうゲストで最後だけ出して、まあ、お前シュート打てよとか、そういう選手として扱うというよりかは、なので前半最初どこでた3クォーター途中で、はい、1回出してで、まあ、ちょっと1回少し慣れてもらって、で最後4クォーターもう1回出るときは、まあ、彼にも言いました。別に、まあ、チームメイトにも別に彼になんかこうゲストじゃないからねっつって、普通通りプレーしなさいって言っていう話をまあしたので、まあまあ、出したいと思ってました。ただ出したいけど、これが結果もし今日負けてるってなったらまだそれは話は違うと思うので、まあ、そこは彼の逆に仲間たちが後半はちょっと頑張ってくれたので、はい、まあ、プレーする機会があってよかったなと思います。まあ、結論はやっぱりこうなんていうんですかね、上手い選手っていうよりかはなんかこうチームにやっぱり颯が必要だね、颯がいると全然違うねっていう、なんかそういう周りに存在になってほしいなっていうのを思います。はい、自分の目標もプロ選手になって活躍することなんで、その一歩を今日踏み出せたし、まあ、その得点も取れたっていうのはすごく嬉しかった、嬉しいことで、そのチームの選手のみんな、皆さんとかスタッフの皆さんにもすごい
よく接してもらって自分がやりやすいように、まあ、心その気持ちをやりやすいように持っていってくれたりとか、まあ、矢渕さん の, あの声かけでも、まあ、僕の緊張は少し和らいだかなっていうのもありますし、やっぱりこういう機会をくださった益鎌先生とか、まあ、その他関係者の皆様にやっぱり感謝を持ってっていう感じでコートを出ました。まあ、自分でもすごい嬉しいことだったんですけど、やっぱりみんながファンの人だったり、まあ、チームメイトだったり、まあ、いろんな人が僕のことを僕のシュートに対して喜んでくれて、やっぱり、まあ、僕も最初このチームに入るときは怖いなとかそういうのもあったんですけど、やっぱり逃げずにというか、まあ、立ち向かって、まあ、プレーできたっていうのは良かったなって思いました。そうですね、やっぱり応援っていうのは選手にとってすごい後押しになって、自分が出場する時もすごい大きい声援をもらって勇気もらいましたし、やっぱりそのチームメイトとか人生学園の同級生とか、まあ、そういう人たちに迷惑をかけている分しっかり恩返ししようっていう気持ちも持てたので、そういうファンの人たちだったり応援っていうのはすごい大きな力になりました。まあ僕は、まあ、今香川ファイバーローズの一員でもあるんですけど、まあ、人生学園の一員でもあるので、やっぱりこの経験を生かしてやっぱりチームを勝たせられる選手っていうのに僕はなりたいっていうのを目標にしていて、まあ、その雰囲気だったり、まあ、チームの流れを、まあ、自分が握ってしっかりチームを最終的には勝たせられる選手になりたいなと思います。あ、そうですね、本当に最初に言った通りですね、全く何も満足してないんです、今日に関しては。ただ難しいのが、満足してなくてもやっぱり勝たないといけないというのがプロなので、逆に僕が満足できるような内容でもこれ負けてしまうと、まあ、それはどっちもだと思うんですよ。やっぱ勝つことっていうところと自分たちのやるべきことっていうところを、僕はやっぱこの両輪、それにプラスでこう見てくださってる方、やっぱ自分たちのたくさんのこうステークホルダーの方に喜んでもらうと、この3つがこう僕の中ではもう毎回テーマでゲームに臨んでて、まあ、今日に関して言うと、まあ、早が出てくれたので、もしかしたら見てくださってる方は喜んでくれたかもしれないです。ただで試合にも勝ちました。だから良かったんですけど、やっぱやるべきことに関して言うと本当に全然できてないので、まあ、もちろん、まあ、プレーオフ、まあ、どこもどういう状況で臨めるかっていうのがやっぱ一番大事だと思うんですけど、まあ、僕はでもどっちかって言ったら基本的にはもう100点満点出さないコーチなので、そういった意味でも選手もちょっとなかなかタフな状況で、まあ、トライしてると思うんですけど、まあ、今苦しんだ方がいいと思います。今苦しんで今うまくいかなくて、今ストレスを抱えたりとか、いろんなことをこう自分の中で受け入れて、で、まあ、プレーオフでしっかり自信が持って、プレーできるプレイヤーになってほしいのと、チームになってほしいなっていうふうに思ってるので、まあまあ逆に今の満足はしてないんですけど、別に何か問題のあるような状況ではないかなっていうふうに思ってます。